コピートデニエベコピートデニエベコピートデニエベは、スペインバルセロナのバルセロナ動物園にいたアルビノの、オスの西ローランドゴリラ。先天的な色素欠乏のために、全身の毛の色が白かったことから、小さな切片を意味する、コピートデニエベの名で呼ばれた。37年にわたり、バルセロナ動物園のマスコットとして、人気を集めたゴリラである。 1966年10月1日、スペイン島地下の赤道ギニア、リオムニのジャングルで、プランテーションを荒らしたとして、ゴリラの群れが殺された。この際、死んだ母親に、真っ白な子供のゴリラがしがみついているのが発見された。ファン族のベニートマニエはこの子ゴリラを、ムフムンギと呼んで持ち帰った。4日後、この子ゴリラを売りに来たマニエから、 ジョルディ・サバテール・ピが1万5000ペセタで購入する。ジョルディ・サバテール・ピは、スペイン・カタルーニャ地方出身で、バルセロナ動物園から赤道ギニアのイクンデに、派遣されていた、動物行動学者であった。小ゴリラが、環境の変化になれるためイクンデで1ヶ月過ごす間、ジョルディ・サバテール・ピはかつて、リオムニで、ゴリラのフィールド調査を行っていた。 シュレーン大学の霊長類学者、アーサー・リオペルとコンタクトを取った。話を聞いた、リオペルは、自らのゴリラ研究のスポンサーとなっていた、ナショナルジオグラフィック協会に知らせ、同協会は、リオペルとナショナルジオグラフィック誌の記者である、ポール・エーザールを行くんで、派遣、写真入りのレポート記事を書かせることとした。年月日、白い小ゴリラは、 バルセロナ動物園へ到着した。翌年3月、リオペルト・ザールは、スノーフレーク、世界初の白いゴリラのタイトルで、ナショナルグラフィック誌に記事を掲載。これによってゴリラは、切片を意味するコピートでニエベの名で知られることとなった。3頭のメスとの間に21頭の子を成したが、子や孫に白い体毛は遺伝していない。コピートの子や孫は、 バルセロナ動物園やシュトゥットガルト動物園などにいる。福岡市動物園の1981年生まれのオス、ビンドンもコピートの子である。2001年、コピートは皮膚がんと診断された。2003年9月、その寿命が残り少ないことが公式に報じられ、同年11月、病状が改善する見込みがないとして、動物園はコピートを安楽死させた。 38歳から40歳だったと推定されている。ジョルディ・サバテール・ピは、フロケットよ永遠にという本を表した。コピートの名を冠した、霊長類学研究のための記念奨学金制度も設立された。カタルーニャ人作家のトニサラは、小説、フロケットでネウの強くにコピートを登場させた。ベースメントジャックスは、アルバム、ルーティーのジャケットに、 コピーとの写真を用いている。ありがとうございます。